視覚障害者のスポーツは、視覚障害者同士、または、視覚障害者と請願者が一緒に楽しめるように、作られた障害者スポーツである。パラリンピックでは、陸上競技をはじめ、競泳、柔道、自転車、ゴールボール、サッカー、セーリング、馬術、スキーに、視覚障害のあるアスリートが出場する。視覚障害者は音を手がかりにプレーするため、 試合中は静かにしているのがエチケットになっている。ヨーロッパ発祥のスポーツで鈴の入った音の出るボールを転がし、相手ゴールに入れることを目指す。類似の競技にトーボールがある。日本でソフトボールをもとに開発された。以前は盲人野球と呼ばれていたが、直径20センチメートル程度のハンドボール用のボールを用いる地面の上を転がしてゲームする1チームは、 ピッチャーと一塁の間にライトショートという守備位置を含めた10人で構成されるなど正眼者の野球とは多くの相違がある。ピッチャーは必ず全盲で、その他に3人全盲の選手を入れなければならない。あとの6人は弱視や正眼者でも良い。ピッチャーが投球するときはキャッチャーが手を叩いてリードする。打者が打つと、打者が全盲の場合は、 それぞれのベースにコーチが出て誘導する。走者と野手が衝突しないように、走者用のベースは守備用ベースの外側2メートルくらいのところにある。正眼者、弱視者がゴロを補給した時は送球しなければならないが、全盲の選手がゴロやファウルを補給するとアウトになる。日本では全国盲学校体育連盟による全国盲学校野球大会が開催されている。 かつて盲人バレーと呼ばれていたが、正眼者も一緒に楽しめるスポーツにしようと、今世紀になってからこの名前になった。1チーム6人制で、前衛3人は全盲、後衛の3人は弱視者、または正眼者でゲームをする。ボールはバレーボール用だが、ネットの下をくぐらせて、ゴロでボールのやり取りをする。盲人ピンポン、盲人用卓球として、 昭和初期から行われていた盲人用のスポーツである。発祥は足利盲学校とされる。ボールは内部にボールベアリングや人胆などの小さな玉を入れ、転がるときに音が出るようになっている。ラケットはラバーのついていないものを用い、ネットの下をくぐらせてボールを打ち合う。卓球台の選手側半分には、この字型に枠がついていて、 ボールが枠に跳ね返ると打った側の得点になるが、枠を飛び越したり、枠の前で下に落ちると、守り側の得点になる。1984年日本発祥のスポーツである。埼玉県立特別支援学校、花あほき学園、高等部普通科の生徒が発案した。発案者は、全盲の、竹井美義、元日本ブラインドテニス連盟会長である。当初は、 視覚ハンディキャップテニスと呼ばれていた。音の出るスポンジボールを用いる。視覚障害者が行う他の多くの球技とは異なり、地面や床を転がすのではなく、空中を飛んでくるボールを打つ三次元のスポーツである。全盲は3バウンドまでに返球、弱視は視力や視野に応じて1バウンドから3バウンドで返球する。日本国内競技者は300人を数える。 2006年より海外普及をはじめ各国で普及道が行われている。国際会議や国際大会も開催されている。国際ブラインドテニス協会は、ブラインドテニスがパラリンピックの正式種目となるように熱心に活動を続けている。他の障害者スポーツと比べ特別ルールは少ないため、典型的なノーマライゼーションの障害者スポーツであると言える。 世界ブラインドゴルフ協会が中心となり、2020年までにパラリンピックの正式種目となるように働きかけている。ブラインドラグビー2018年、日本に紹介された新しいスポーツである。発祥は2015年イギリスである。ザ・チェンジ・ファンデーションの弱視を対象にしており、危険なタックルのない7人制ラグビーで、タッチラグビーと似たルールで行われる。 ボールは中に音源があるものが使用される。勝負の開始は、軍配を返す代わりに、両者が両手をつき、お互いの額を軽く接触させた形で、行事が両者の背中を軽く叩いて開始する。土俵から出た時と足の裏以外が地面についた時には負けになる。離れて突っ張ったり叩いたりするのは禁じ手になっている。柔道は盲学校では最もポピュラーなスポーツで、 盲学校で運動部のクラブ活動のあるところは、だいたい柔道部と野球部がある。相手の位置を確認するために組んでから競技を開始する。クラス分けは障害の程度ではなく、体重別で行う。視覚障害者がマラソンなどの長距離走に出場するには、伴奏者が必要になる。しかし、視覚障害者の参加者より、力量のある伴奏者をボランティアなどで出てもらうのは、 非常に困難である。盲学校で走る競技として一般的なのは演習走である。グラウンドの中央に杭を打ち、それに握るためのリングのついた長い鎖を取り付ける。走者はリングを持って脇腹につけ、鎖を引っ張った形で演習を走る。大きな踏切板を用い、請願者の声による誘導を受けて競技する。アルペンスキーをはじめ、 クロスカントリースキーやバイアスロンがあり、いずれも正願者が前を滑り声で誘導する。バイアスロンでは音声を聞きながら、標的に照準を合わせる、専用のビームライフルを使用する。日本ではこの種目で、小林美幸が長野及び、トリノの冬季パラリンピックに大会で、金メダルを獲得した。会場は、陸上の道路ほど混んでいないことから、低速であれば、震度のわずかな誤差は、 許容範囲であり、セーリング競技に参加する者も,もいる。現代では、広報機器の発達により、請願者の補助を受ければ、太平洋を横断することも可能である。視覚障害者向けのチェス版視覚障害者の間で、囲碁はほとんど行われていないが、将棋は盛んで、盲人将棋の全国大会があるほどである。将棋のルールは、一般用と全く同じだが、将棋盤の黒い線のところに、 針金で枠が打ってあり、また、駒は、いわゆる彫り駒である。触って、すぐわかるように、不評は、低三、強者は、脱ぎなどと掘られている。国語辞典に、猛将棋という言葉が載っていて、これは盤面を見ずに暗記して、将棋を指す意味だが、現在は、目隠し将棋と言い換えられている。実際に、全盲の人は、将棋盤を使わずに将棋を指す人がいる。 暇な時に電話将棋を楽しむ人もいる。視覚障害者による麻雀は展示シールを貼ったパイを使って行う。山が崩れないようパイを重ねるのではなく、横に並べる捨てたパイを声に出して言うなどの工夫により、視覚障害者でも手軽に麻雀を楽しむことができる。視覚障害者によるチェスは段差のあるチェス板を用いる。ありがとうございます。